今回のお便りはボートレース場がない県も多いと思うのですが、全国にボートレーサーっているんですか？ということで、ボートレーサーって全国にいるのを徹底解明していきます。さあ皆さんご存知でしたか？現在ボートレーサーは1605名います。そのうち女子レーサーが223名なんですね。さあところで、ボートレーサーは全国全ての都道府県にいるのかどうなのか、そんな気になるネタを今回も私増田岡田の増田がスクープしてまいります。2019年グランプリに輝いた石野貴之選手。石野選手は大阪支部で、出身も大阪府。クイーンズクライマックスで優勝した今井美和選手は福井支部でも、出身は富山県なんですね。出身地は様々なんですが、さあ全国にいるんでしょうか？ということで、ボートレーサーの出身地をランキングで見ていきましょう。ベスト3がこちら。1位が福岡県183名、2位が愛知県、3位が大阪府。それぞれ100名以上のレーサーがいております。続いて4位からがこちら。やっぱりボートレース場がある県が上位にランキングしている感じですね。北海道と沖縄にも6名のレーサーがいてますね。さあ残りは秋田、山形、鳥取の3県ですが、果たしてボートレーサーはいるのかどうか。いました。それぞれの県に1名ずつ選手がいております。さあこの選手たち、どんな選手か気になりますよね。その方々がこちら。一体どうやってボートレースと出会ったんでしょうか？では山形県出身の多田雄介選手に聞いてみましょう。どうやってボートレースを知ったんでしょうか？友達にモンキーターンを教えてもらって、それを読んで行きました。モンキーターンですか。そのレース場から遠い山形県ですけど、他の選手遊びに来たりします？は今んとこないです。気が向いたら来てほしいですね。皆さんぜひ山形県に行ってあげてください。続いて鳥取県出身の村岡健人選手。県で一人と書いて健人ではないんですが、地元のファンの皆さんの反応どうですか？僕のことを本当に考えて応援してくれてるなっていうのがすごい伝わってきて、はい、でもう全国のファンももちろんそうなんですけど、特に地元は本当にすごいです。ボートレースというものをもうちょっとなんか自分の力で広げたいっていう頑張る力に変わってる感じはします。いいこと言いますね。ありがとうございます。秋田県出身の高橋直也選手。秋田県の反応はどうですか？秋田はちょっとボートレースの知名度が低いんで、なんか選手だって言ってもあんまり驚かれない。手でこうやって漕ぐのとか言われるんで。一回手で漕いでみます？もうちょっと驚いてくれた方が、あ選手なんだとか言われた方が、なんかそれはどっちもどっちですけど、なんかちょっと寂しいところもありますね。ですよね。ちなみに一人で良かったことってあります？甲子園で出るのは得、まあ得、得っちゃ得だと思います。はい。そのボートレース甲子園、去年新設された各出身地の代表選手が顔を揃える大会で、今年は7月7日から三国で開催。もちろん多田選手、村岡選手、高橋選手も出場予定。皆さんから意気込みいただきましょう。少しでも山形をアピールできたらいいかなと思います。もっとボートレースというものを広げていくいいきっかけにしたいなと思って、しっかり盛り上げていきたいと思ってます。県を背負ってきてるんで、精一杯走りたいと思います。47都道府県全てにボートレーサーがいました。皆さんぜひ同じ出身地のレーサーを応援してあげてくださいね。あなたの気になる疑問を大募集。たくさんのメールお待ちして。増田岡田は大阪出身。